マスター、丼、タダで貸して。なんか、ヨダのことだからさ、なんか、お金とか取られそうだけど。マスター、カツ丼の丼ってある？串カツ丼とかありそうだもんね。カツ丼の丼？何言ってんだよ。うちは焼き鳥屋だぞ。実はあったり、みたいな感じで、後出し来るかな。じゃあ、ないの？焼き鳥丼とかないん、あるんちゃうん？いや、ある。あんかい。なんで一回ね、うちは焼き鳥屋だぞって言ったやん。あるんじゃない。ねえ、まあね、そういうちょっと一悶着もありつつね。でも、それがどうかしたのかい？まあ必要なんですよね。撮影画に使うから、ちょっと貸してほしいんだけど。ちょっとだけね、壊したりとかしないから大丈夫です。そんなことか。ほらよ、持ってきな。優しい、タダでくれるんだ。ありがとうね。おお、ありがとうマスター。まあね、もらう前より綺麗にして返そうね。ちゃんと洗ってね、スポンジで。ちゃんと洗って返すんだぞ。あ、まあ、ヨダも同じこと言われたわ。もう、まあ、当たり前でしょ。やっぱゲームにもうゲームに言われてるわもうどうせ汚く返すつもりなんでしょうみたいな一回ヨダにもちゃんと一回注意されちゃったな。こっち左なんかあるかな。オッケー、ちょっと組長のとこ行くか。あ、それとあと吉永先生のとこも行かないとね、せっかくだから。あ、いた、吉永先生。あぎょう先生マジでどこにいるんだろうな。夜見つけてないもんね。あぎょう先生は昼探しに行けばいいか。吉永先生はしんちゃんと付き合い長いからね、わかるんちゃうん。キスの虎？あ、ちょっと悩む時間が。父ちゃんが人が必要って言ってたぞ。うん、これわかるかな。人が必要。謎解きみたいになってる。すげえ。ただのしんちゃんの言い間違いがここまで深く考えさせる事態を生むとは思わんかったな。シーンに大勢映る人とか言ってたかも。ヒント丸に。お、さすが吉永先生、わかる。その駅のスター。あー、また新しい出てきたよ。わかりにくすぎてクイズ番組みたいになっちゃってたわね。なんか謎解きみたいになってたよね。ともかく撮影がするときになったら行けばいいのね。わかったわ。いやでもね、用事があるらしいんですから、なんか撮影家の準備が吉永先生は別であるらしいんでね、自分の用事が済んだらね、もしかしたらあの、オドデアミーゴの、入れ替わった後の吉永先生かもしれないからね。まあ、なんで顔の前でおならをした後に、まあちょっと左の方行って、マカオドジョマの、まあ、オカマ姿を一回拝めつつ、まあ、未来の結婚相手に、スカートの中を覗きつつ、じゃちょっと、宇宙スタジ、一回昼にしてみるか。あとこれ下にさ、もう一箇所行ける場所が、あるらしいんですけど、ちょっと見た限りちょっと見当たんないんだよな。これは、宇宙スタジオでしょ？これ行くにはどうすればいいの？ちょっとマカオとジョマ。あ、多分ここか。これでなんか新しいカードをゲットしないといけないって感じか。なるほどね。ちょっと待って、一体今何があるんだっけ？おまたのおじさんと、秘密の集会。子供のひまわりまだ見つけてないもんな。ひまわりを連れてくる。夜のひまわりをちょっとまだ見つけられてないからな。一回昼にしてみるか。じゃあ、一回昼にしてレンちゃんのね、マタベが多分集合できるようになったんで、ちょっとそっちの方の撮影もしましょうかね。じゃあちょっとレンちゃんと行くか。ちょっとね、最初の方にお悩み聞いた場合には結構ね、時間かけて、つかマタベのとこ行く前に結構時間かかっちゃったもんな。よし、じゃあちょっとせっかくね、マタベいるかな、横に。いないじゃないの、マタベちゃんね。呼んだから来るかな、さすがに。レンちゃん、おまたのおじさんに伝えてきたよ。これで来るはずだけどね。ありがとう、しんのすけ。いや、レンちゃん、さっぱり、凛々しいな。おまたのおじさん、焦ってたぞ。それはもうレンちゃんの頼み事やから、それはもうね、続婚だから、続婚ですから。少しくらい焦らせた方が。いい薬になるだろう。だいぶ薬になってたけどな、特効薬だ、特効薬。ともかくこれで撮影画ができるようになったからね。どのシーンだろう。ちょっと最後のあのシーンだけはやめてほしいな。ちょっと悲しくなっちゃう。俺に任せて。お兄ちゃんに任せなさい。ちょっと行くか。どのシーンかちょっと気になるけどね。ちょっと久しぶりのお悩み解決だね。こんな感じでやったぜ。これ撮影できるようになったね。よし。お、めっちゃポイントもらえる。おいしい。あ、でもあんま変わらんか。ゴールデンジャストミント。ここ、あれか。敵の名前なんだっけ。なんか、レンが嫁ぎに行く予定だった、向こうの殿方みたいな人がこっちにね、それ断っちゃったからね。こっちに、戦をかけに来たんだけど、しんちゃんたちがね、
まあ、形勢逆、のおかげで形勢逆転できたみたいな感じあるからね。いや、そこのシーンもできるのか。これかわいそうだよね。しんちゃんが結構ね、かき乱すんだよな。これもなんか、ランキングみたいな感じができるんや。ちょっと楽しみだな。またべ出てこへんけどね。撮影がフルパワー、ゴールデンジャストミートの操作説明だよ。まあ、一応近くにいるからね。A を連打して、パワーをチャージしてる。高田の股間に続きだ。なるほどね。だ、押せば押すほど、強いダメージを股間にぶつけることができるわけか。なんか、もう溜めてますやん。続きの威力が600メガと、潰れるぞ。なんか、鈍い音立てて潰れそうなんですけど。大丈夫かな？ちょっと今後の生活に支障出ちゃうから。じゃ、パワー食べるか。よし、600だっけ？ゲージ貯めて、これで、あ、ちょっと待って、連打が足りない。これ連打ね、親指で連続してやってるから、なんだ、この連打が正しいのかちょっとわかんないですけどね。結構ね、ゲージが、どんぐらい溜まる ?717 メガトン。痛そうはうービクビクしてるわ。これ本当に痛そうだよな。お、やったぜ。これ一番最大までやったらね、なんか結構いい数字でそうだったけど、一番多分上が1000なのかな。メガトンってどんぐらいの威力なんだろうな。まあ何しろすげえ痛そうだもん。あんだけ立派な将軍がね、鼻水ぶったらしてたからな。お、戦国監督パス。これがマッタベのところに行けるのか。ガンガン進めちゃってますよ。カキピーのおじさん。また出たよ。もうなんかカキピーでもいい気がしてきちゃったよ。もうカリピーのこと忘れちゃうもん。カキピーでいいやってなっちゃうもんな。まあいいや。トーキーちゃんもサイレンちゃんも相変わらず可愛いね。またあれや、音言ってるわ。でね、二人とも着物着ない？お、戦国だからね。着物なのでしょ？でも似合うんじゃない？ね。私って着物を似合うかしら。なんか清少納言とかがつけてる衣装とかすごい合いそうだけどね。せっかく新しく戦国監督パスを手に入れたわけだし。これで昼は全夜は全部の場所行けるようになん。ああ、でもあれか、右上が行けなかったか、右下が行けなかったか。二人の着物姿見せてちょうだいよ。スタジオ行ったら見れんのかな。はーい、ネネも着物着たー。お前かけぴ、お前失礼なこと言うなよ。でもなんか夢みたいなとこあるよね、そこは。女の子のお姫様、いいねいいね、プリンス。でも君ならあと15年くらいして色っぽくなってからにしちゃおうよ。あー、でも確かに否定はしてないからね、カギピー。そこはナイス判断。今のネネも結構いい線いってると思うけど。まあでもね、なんか七五三みたいになっちゃいそうだけどね。だって今の君だとあれできないしな。あれえ、大丈夫？え、変なことじゃない、大丈夫？あれってなんだろうね。あれとは、あれだぞ。良いではないか、良いではないかか。そうそう、着物の帯を持って、あれってな具合で、くるくるってして。下心満載やな。もうその鼻へし置いてよ。良いではないか、良いではないかってなことがしたいんだよね。なんかそういうお店とか行ってそうですね、カキピー。このバカリピーは。そんなことのために着物を着るわけないでしょ。かわいそう。目でしょ。トーキーちゃんがじきじきの目くらいましたね。もう男のマロンだよね。良いではないか、良いではないか。でも最近ね、昔の時代劇だったらよくあるけど、実際にそれやってる映画って見たことないけどね。いわゆるなんか昔のね、時代劇の追い出しシーンみたいな感じであったんかな。とろけてるわ、とろっとろに溶けてるわ。バカリピーとおば監督、これミサイたらもうダブルげんこつもんだよ。まあまあまあ平常運転だよ。なんかでもまあ消えかかってたからね、この映画あ、世界から出てきた二人が。まあ今のこの安全なままでいいでしょう。安心したわ、いつも通り安心したわ。ジャスティスでも敵なんだよな。この辺りだったと思ったんだが。新しい悩み事ですよ。おじさん、どうしたの？大丈夫ですか？俺
俺のムチが見つからないんだ。あな便利グッズムチ。この辺りにムチを置いてちょっと離れている隙に亡くなったんだ。でもなんかしんちゃん盗んだかな。そんなに大事なものなら目を離さなければいいのに。確かにね。それはムチの手入れをしていた時に急に腹が痛くなり、ちょっとここに置いて。お便秘なのかな、もしかして。そういえばさっきスタッフがこの辺りの荷物を運んでいたな。あ、じゃあ紛れてるかもしれないね。その時一緒に持って行かれたのかもしれない。ジャスティスさんかわいそう。おいお前、俺の鞭を探してこい。本性出てきた。なんで俺が。なんか口ちょっと顔怖い。お前は監督だろう。鞭がなければ俺の撮影画はできんぞ。怖。撮影画をするために俺たちのお悩みを解決するのもお前の仕事だ。大人のくせに頼み方がなってねえな。探してくださいだろ。しょうがないな。探してくださいだろう。そこはこの辺りはもう一度俺が探す。はい。だからお前はスタッフの向かったビル街を探してくるんだ。あ、じゃあなんかその辺にポツンと落ちてそうだけどね。だいたいこういう落とし物ってね、あの伝説のソースでさえ、あ、でもな、道端に落ちてたもんな。ムチとかも多分そこら辺にポツンって置かれてんやろうな。かわいそう。大事にされてないよ、ジャスティス。かわいそうに。よし、アギオ先生、これで、あれやな、エキストラ全員揃ったな。まあ、暇でも探さないとな。しんちゃん。しんちゃん。アギオ先生、撮影画に出てほしいんだぞ。でもアギオ先生、裏方がいいって言ってたもんな。乗ってくれるかな。無理です、無理。私なんて、とてもそんな。エキストラだったら大丈夫とかありそうだけどね。ちょっとしか映らないから大丈夫。まあ本当にね、隅っこの方でカフェ飲んでて。それってエキストラってことですか。察しが良すぎる、ガギョ先生。だカフェとかでコーヒー飲んでる役とかだろうな。ちょっとした風景に映るやつ。ね。でもやっぱり。裏方でもね、いいけどね。そのトラってのは背景みたいに誰も見てないから心配ないって父ちゃんが言ってたぞ。ほんのちょっとだから、多分ほんの本当に数秒だと思うからね。そうですよね。どうせ私なんて誰も見てませんもんね。難しいな。ね。あ、でもしんちゃんとかはね、あのアギオ先生に記憶してるって言っててちゃんと見てますから。わかりました。撮影画が始まる時間になったらその行きます。なんかちょっと心に深い傷をね、何気ないしんちゃんの一言がアギオ先生を傷つけたかもしれないな。ちょっとそれは申し訳ない。悪気はないんだ、アギオ先生。悪気はない。話せばわかる。夕の日をしにキスで集めたことを報告しよう。まさおくんいねえんだよな、つうか。あ、アギオ先生、アギオ先生、悩み事あるんですね。何でしょうか。アギオ先生、ズバリお聞きします。お、ズバリ。しんちゃん、一体何ですか。思い改まってね。クロイスさんとはどうなってるの。待って、クロイス、あ、あれか、アイちゃんの側近か。クロイスさん、クロイスさんとは、その、何と言いますか。なんかいい関係みたいな感じになってたっけ、アニメで。もうじれったいですな。いや、もうですね。でもお似合いそうだよね。どっちもなんか男なでとか女なでとかしてなさそう、お互いに。オラがクロイソさんにアギオ先生のことどう思ってるか聞いてきてあげるぞ。ちょっとウブな二人が見れるんちゃうんって感じやけど。ちょっとしんちゃん、余計なことしない。でもそうしないと進展しないじゃないですかね。ちょっとやれることはやっておこうぜ。こういう時のしんちゃんの行動力えげつないもんな。恋のキューピッド。急に始まった。急にラブラブイベントが始まったぞ。あ、ケツだけ大更新。あ、これはやったか。じゃあちょっと黒牛さん。あ、でも多分公園にいたと思うから、ちょっとさ、あれ、聞きに行くか。じゃあ黒牛さんにちょっと聞いてみるか。ここに来て黒牛さんの出番が出てくるとは思わんかったな。今回ちょっと愛ちゃんじゃないんだよな。今回ちょっと愛ちゃんには申し訳ないけど、あの本命はね、上ですから。ほら、愛ちゃんじゃなくて黒磯さんに用があるんだぞ。黒磯さんと秋尾先生はちょっといいとこになってるアニメのシーンとかちょっと見てみたいな。なんだ、そうでしたの。まあ、たまにはね、たまにはそういう時があってもいいじゃないの。私にですか。あ、びっくりしてるわ。お礼みたいな。秋尾先生のことはどう思ってるんですかな。正直に答えてくださいね。先生ですか。あ、ちょっと照れてんちゃうん。ちょっとサングラス、ちょっと裏サングラスの裏ちょっと照れてんちゃうん。そう。さあどうすか。気配りができて、園児たちにも優しくて仕事熱心で、お、とても尊敬できますし、お、その
なんと言いますか。おこれからも私を愛様ともどもよろしくお願いしたいですね。ちょっと黒磯さん硬いんじゃないんですか。ちょっと連れてこうぜ、アギオ先生の前になんか長くてよく分かんなかったけど、アギオ先生にそう伝えとくね。これもしかして相思相愛なのか。そういうことで黒磯さん、ちょっとあなたも行動した方がいいんで、アクション、ちょっとお待ちくださいアクション起こした方がいいんちゃうん、黒磯さん。いや、これちょっとあれやな、お互いの、ちょっとすれ違いみたいなやつが起きてんじゃん、なんか。お互いにお互いに謙遜し合ってて、これはちょっと一生進まない気がするな。うおぉ、シンコちゃんこんなとこに、左にいたわ、シンコちゃん。あれ、夜やと、スタジオいるけど、昼やと公園いるんですね。やっぱ普通の幼稚園児か。いや、なんか左に、視界が広がったら急にシンコちゃんいたから。これあれかな、大人の、伝えてくれていないのね。ああ、でも子供ひまわりがどこに、夜にどこにいるのかわかんねえんだよな。誰に伝えるんだっけひまちゃんと大人のひまわりさんに後で公園に来るように伝えてね。おい、でもひまわりね、どこにいるんだろうな。ちょっとこれ探さないとちょっと難しそうやな。しかし、しんこちゃんのやつは、ミサイのやつは夜のひまわりを探さないといけないけど、しんこちゃんのやつは昼のひまわりでもいいもんな。ちょっと探しに行くか。まず、明夫先生にね、あれだ。悩み事解決しに行こうか。お、いた。なるほどね。ここで撮影があるんだ。なるほど。前までね、こう二段ジャンプしても何もなかったから。ね、こういう、ここに移動したんだね。つうか、さっきまで下いたんですけどね、この人たち。先輩、ここ暑くないですか？また温泉ですか？ここで撮影画があるんだから、仕方ないでしょ？この左のやつだよね。でも山ですよ。こいつはいつも温泉のことを考えてるな。忘れようとしてたのに、そんなこと言うからゆっくりお風呂に入りたくなっちゃったわ。でもちょっとサウナ入りたいな、久しぶりに整いたいわ。私のせいじゃないですよ。でもさっぱりしたいって言うからでしょ。ここで撮影画があるのは俺のせいでもないぞ。ね、誰が決めてんだろうね、今更やけどあら、しんちゃんいたのね。あ、結構前からいました。しんちゃん、ちょうどいいところに。お、悩み。お風呂系関連。しんちゃん家のお風呂に入れてくれませんか？お、いいじゃん。おー、オラん家の狭いお風呂でよければぜひ。しんちゃんも一緒に入りたいと言っています。お、今オラん家のお風呂使えなかった。なんで、壊れてんの？え、どうしてなの？ねえ。トッペマンの撮影画でお風呂場を使っちゃってるんだぞ。ああ、確かに結構あれやな、そういうのもあるんやね細かい設定が。そうなの、残念ね。一回撮影終えたからもう使ってもいいと思うんだけどな。諦めるのは早いぞ。オランチがダメなら近くのお家で入れてもらえばいいんだぞ。隣のおばさんとかかな。どういうこと？ねえ、オラが隣のおばさんにお風呂頼んでくるぞ。やっぱ隣のおばさんだったか。へえ。しんちゃん、そんなにお風呂入りたいんだ。もう今すぐでも入りたいんだ。それでつきましては俺も一緒に寝て。まあそれはね、頼むしんちゃんが言ってるんやからね、ちょっと了承してくれないと。これはよろしくね、しんちゃん。お、これ OK ってことで、おい、 OK ってことでいいですか？あ、いや、それかしんちゃんが言ってたやつが聞こえてない可能性もあるな。ね、なんか5歳だから入っちゃダメでしょみたいな感じでね。でも、どうなんでしょうね。5歳ってさ、ギリ混浴 OK なんじゃないのかな。どうなんでしょうね。狙われた温泉 G メン、島の敵と戦おう。温泉美女危機一発。ガンバトル。何？銃撃戦とかあるん？結構ガチガチな戦いしてるじゃん。なんか温泉だからなんか、ね、温泉入った後の修学旅行みたいな。あ、結構ガチガチの俺枕投げとかの戦いとかじゃないんだ。温泉美女危機一発。結構ガチガチの戦いって感じやね、これは。大丈夫かな？ちゃんと結構難しそう。頑張った温泉美女危機一発。どうぞ操作説明。あー、出たタッチペン。久しぶりだね。下画面タッチして遊ぶ。下画面に表示されるアイコンをタッチして、湯ざめ戦闘員を全員、湯ざめ。戦闘員を全員倒そう。湯ざめは嫌だよね。アイコンのゲージがいっぱいになる前にタッチできないと、このゲージがいっぱいになる前にタッチしないと。あ、いっぱいになる前に、ポンで立つればいいんだ。3回ミスすると NG になっちゃうよと。危なくなったらアイコン以外の場所をタッチして隠れよう。へぇ、かけることはできるんや。バズーガゲージがいっぱいになっている時にゲージをタッチするとバズーガへ攻撃するよ。
とりあえずバズーカゲージ貯めればいいのかな。画面内で戦闘員まとめて倒せるぞ。なるほど。だから隠れながら、まあ、バズーカを撃つのがいいって感じか。一応、ランク一番高いやつできるけど、まあ、2にしましょうか。ちょっとね、勝手がわかんないから。ゆざめ戦闘員を倒すと。うわ、ベストカットか。ベストカットもあるんや。そこの撮影が立ち分たちやりますよ。やるしかないみたいだな。行くぞ。結構ガチ戦闘なんだよな。ちょっとこれアイコンでね、タッチして。ちょっと下画面、上画面見たいけど、下画面を。オッケーオッケーオッケー。あ、早い。やっぱこれ、ランク2だから、結構簡単なのかな。早くやればいいのか。なんか2体同時とかに出てきたらちょっと困るけどね。当たり。あ、しまった。危ない危ない。ね、横に違うとこタッチしたから今隠れちゃった。命中、あ、もうちょっとゲージ溜まるぞ。ゲージ溜まるぞ。あ、マジだ。はい。はい。はい。ゲージ使う？ゲージ使う？使う？これで、一人しかいないけど。一人しかいないけど。はい。はい。もうちょっと、溜めた方が良かったかな。一人にあんなにいっぱい使っちゃって良かったかな。いいね。これ結構簡単だね。オッケー。早かった。バズーカ全然つかなかったな。今のうちに一旦引くぞ。へえ、なんか温泉を守るにしては結構やりすぎな気もするけどな。このゆざめ側がなんか全国の温泉のね、水抜いてみた温泉の水全部抜いてみたみたいな人たちだったら、まあ、気持ちはわからんでもないけど、にしても銃はちょっとやりすぎじゃない。命狙われてるんかっていうレベルでガチ戦闘してましたけどね。ちょっとこれはあれやな、この温泉の映画もちょっと見たくなってきましたね。ババンババンバンバン、あいやさ、お、ジャッキーチェーンが悩んでると、ジャッキーちゃんが、どうしたんだい。しんのすけ、ちょっといいかしら。お、つん、やばい、かつなんでジャージに積んでて帰ってんのこれ。理由あったっけ。何、ジャッキーどうかしたの。サンバが踊りたくてしょうがなさそうやな。実は、持ち歩いていたサンバホイッスルをどこかに落としてしまったみたい。また落とし物か。よかったら、探すのを手伝ってくれないか。ちょっと無知とかね、ちょっと探さないといかないやつが多いですね。いいよ、じゃあオラ、ジャッキーのホイッスル探してくるぞ。ホイッスルって口笛のやつ。ありがとう、しんのすけ。あ、でも美人な。しんのすけは春日部山をお願い。春日部山か、さっき言ったわ。落としたとすれば、あそこも怪しいわ。ちょっとすれ違っちゃったな。いいよ、探しましょう。私も他の場所を見てくるわ。それじゃお願いね。ということで、春日部山にあるんですね。だいたいこういうキャラクターってね、落ちてるかもしれない場所以外のところを探しますからね。じゃあ、サンバホイッスル探すか。ちょっと探し物多いですね。お、カチカチヒューマンカウンター。ジャッキー調査で本物の人間をカウント。そんなシーンもあるんや。オドレアミーゴなんかね、一回だけなんか見たことある気がするんだよな。なんか最後ね、みんなで踊るシーンとか覚えてるけど。また、序盤のね。まあ、やっぱり、風間くんのお母さん。あ、ミサエか。あや、これでやか、ヒューマンの、いかにもおかしい人間を、ね、偽物やってやつをチェックするんか。カチカチヒューマンカメラの操作説明。デパートの中を歩いてる、こんにゃくドーンじゃない、普通の人間の人数。あ、普通の人間をカウントするんや。ひまわりもカウントしよう。こんにゃくドーンはよく見ると、なんだか顔色が暗い。怖すぎでしょ。ひまわりも暗くなってたしな。A を押すと、下画面のカウンターの数字が1増えて、B を押すと数字が1減るよ。だからまあ、誰かミスったら減らせばいいのか。時間が0になると答え合わせが始まるよ。下画面のカウンターの数字と出てきた人数が合っていれば OK。ああ、まあ、合ってればいいのか。もうちょっとちゃんと確認しながら。このランク一番高いやつめっちゃむずそうだよな。やっていくか。今ね、地道にやっていきましょう。普通に逃げようにカウントができればクリア。まあ、ベストカットならよな。こんにゃくローンだらけか。そんなにいるんですか。よく見ると顔が暗いですからね。ちゃんとじっくり探しましょう。30秒間か。いるかな。普通の人間をカウントしますからね。はい、おばあちゃんはこんにゃくローン、いや、2、もうしんちゃん、3、結構黒い人間多いな。はい、お姉さん、はい、おじいちゃんで、ひまわり、みさえで、下のメガネかけてて、お兄さん、なんか細ったマサオみたいな。おばちゃん、おじいちゃん、ひどし、ごめん、おばちゃんって言っちゃった、ごめん。あ、ガチおじいちゃん。頭皮が心配のおじいちゃんだね。オッケー。多分12だと思うな。いや、ね、ひどしがなんか2回出てきてた気がするけどね。なんか、大所帯来た。ああ、そういうことか。ん？あ、カウントすんだよね。オッケー、オッケー。あれ？
あ、びっくりした。焦った。暇にもカウントするんだよね。鼻で鼻で笑われた。なんで？やってやったぜみたいな。これで撮影できましたね。あ、ちょっとあれだな。あの江戸なんだっけ？あの江戸の方行きたい。戦国の撮影の方行きたい。ちょっと夜にしますか。じゃあちょっと戦国行きますか。なんか周りの風景はあっぱれ大合戦の景色やね。戦国か、あ、分かってます、分かってます。はい、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 早く通して。ゲートを開けた、早く。お、マサオくん、こんなとこにいたのね。もう色紙渡すのにすげえね、時間かかったのよ。あんたに色紙が渡すために来たのよ。しんちゃん、ちょっといい？はい、何でもござれ。マサオくん、こんなところでサボっちゃダメだぞ。まあ、色紙渡したかったからな、サボっててね、こんなとこに、めちゃくちゃ食いやがって。後ろにありますもんね、セットが。けど、バッツ。これさ、最後のシーンち、これ、このシーンもしかして、又部のあのシーンじゃない？ちょっと、やよ、やりたくない。あ、よかった。すげえ、チンチン丸って書い、言っちゃってるんや。小学生の発想や。もう間接的にチンチン言うてますからね。やったぜ。マサオのチンチンが聞けた。撮影画で剣や刀を使ってる人が持ってると思うから。ああ、え、マタベじゃない？しんちゃん、探してきてくれないかな。小刀を持ってるのか。剣を使う人なんていっぱいいるぞ。まあな、もうね、アクション仮面もね、なんなら使ってたもんね。撮影画で使う人はマタベさん、ダークさん、アクション仮面の3人なんだって。あ、そっか、汗だくダークもね、剣持ってるもんね。そのうちの誰か一人が間違って持って行ってると思うんだ。まあ、又部っぽくない？一番おっちょこちょいな人って言われたら又部っぽいもんな。しんちゃん、探しに行ってくれない？じゃあ、まあ、探し、又部っぽいから、ちょっと左のとこ行って探すか。しょうがないですな。手間がかかるおにぎりだね。ありがとう、しんちゃん。まあ、これ、いいね。なんか仲間にありがとうって言われると、やる気出ますね。さあと色紙を渡さないといけないですからね。ちょっとマサオくんに色紙を渡して、あの、そうそう、マサオのお母さんにね、安心してもらわないといけないですから。できへんのかい。